ばんは。よしぼうさん、ハートありがとうございます。マフィンさん、かわいい、ありがとうございます。こんばん、はるぴょん。どうも、こんばんは。お疲れ様です、ありがとうございますこんばんは。サットさん、レインボースター、ありがとうございます。山内さん、ハート、ありがとうございます。スプライズレバーさん、ピンクタコ、ありがとうございます。ありがとうございます。この時間はちょっと大きなお知らせを2つしたいなと思っていまして。2つ、1個はわかるけどもう1個はなんだって思ってください思ってください。はい、まあ、はい、こん、はい喋れなくなっちゃった。一個はね、多分皆さんが思ってる想像通りのものなので、ゴン太郎さん、山内さん、ハート、ありがとうございます。ありがとう。熊高さん、ピンクだるま、ありがとうございます。ともゆきさん、ハート、ありがとうございます。さあ、ということで、まあ解除何分だ、みんな。 15分だっけ今日。みんながいるときに喋りたい、せっかくなら山内さん、ハート、ありがとう。サットさん、ピンクタコ、ありがとうございます。15から16あたり、あ、じゃあみんながいる、じゃあ30分になったらお知らせしますねはい、多分15分に解除されて星集め行って、まあ30分には戻ってきてるでしょみんなっていう気持ちで。カプセル、ありがとう。ともゆきさん、ハート、ありがとうございます。じゃあこの間にやってた話をするんですけど、そうだな、あ、そう、他のメンバーがどんな配信してるんだろうっていうことが気になって、そう見に行ったんですけど、そのゆきりんさんの歌詞解釈っていうか、なんか公演曲解説みたいなのをすごい見入っちゃいましたね。そう、途中からしか見れなかったのであれなんですけど、あ、ゆきりんさんってそのアイドルの夜明け公演の解説みたいなされてて、もう私はちゃんとありがとうまで見終わって見て終わったんですけど、でもそのそう、なんかそこまでのことを考えてるんだっていうのを、なんか本当にそれをその高校生とかの時に考えてらっしゃったって言ってらしたので、すごい高校生だったんだなと思って、そう、とってもアンコールぐらいしかちょっと見れなかったんで、あんまり見れなかったんですけど、でもすごく参考にっていうか、なんかすごいなと思っていましたね。あとはひーちゃんの配信見たんですけど、なんか何喋ってるか分かんなかったなそう、もう韓国語がすごくて、そう何喋ってるのか全然分かんなかった北里浩平さん、ハート、ありがとうございます。ピンクだるまも、ありがとうございます。A ダッシュさん、なんだっけ、ピンクタコ、ありがとう。そうなんですよ、全然何喋ってんだろうと思ってそう、すごーと思って、
全然分かんなかったですとりあえずとりあえず全然分かんなかったです。オンニとオッパだけ分かったそれ以外は、うん、なんか何喋ってるんだろうって呆然と見てました。すみちゃんレインボースターありがとうございます。あ、誰かカプセルありがとう、ありがとう。そう、ついていけんかった。そうそうそう、すごいですよね。でも普通に考えて、うん、でもさ、私はこう今さ日本語喋ってさるけどさ、多分海外のファンの方もこの配信を見てくれてると思うんですけど、その方々ってさ、私が喋ってるのって分かんないですよね。私が韓国語分からないようにきっとそうなんだろうなって思いながら、うん、なんか見ちゃったそう、タカさん、ピンクタコありがとうございます。マフィンさんハートありがとうございます。そうなんですよね、なんかついていきたいけどやっぱ難しいところがあってって考えたら、なんかむずいなって言語ってむずいんだなって思いました。うん、マフィンさんハートありがとう、ありがとうございます。なんかだからといって私がじゃあめっちゃさ韓国語勉強してさ韓国語でずっと喋るようになっちゃったらさ、みんな何喋ってんのって言うじゃないですかそうでしょ。でも現にさこの配信を見てさ何喋ってるか分かんないなって思ってる海外のファンの方もいるんだろうなと思って、なんか世界の言語の壁を感じましたね本当に、なんだろう、なんかまあこれはねすごい無理な話を喋るんですけど今からなんかなんでその言語というものが誕生しちゃったのかみたいな。いや言語が誕生するのはいいんですけど、なんちゃら語みたいな、なんで誕生してしまったんだろうと思って、もう全部が同じ日本語なら日本の地球語として一つの言葉にしとけばどれだけ楽だったんだろうって思って、そうだって今この話をしててもさ他の海外のファンの方もわかるじゃないですか。まあそれこそお金の単位とかもさ、なんかドル安みたいな、円安円高みたいなことも起こらなかったわけじゃないですか。まあ多分それはいろいろあると思うんですな、ね、難しい話なんですけど、そう、ね、別々で、そうそう、言葉がねどんどん発達しちゃっていっていまして、それ自体はいいんですけど、うん、でもやっぱ難しい。でもそういうところからきっとお勉強って始まるんだろうなと思って、じゃあ私がこう話してて話してる内容がわからないから、日本でも日本のアイドルが好きだから日本語勉強しようって思う人がいたりとか、逆もしかり、
客ってなんだそう、きっとそうなんだろうなと思って。小鼻の横がかゆいそう、うん、そういうところからきっと始まるんですね、お勉強っていうのは。はい。A ダッシュさん、ピンクタコありがとうございます。でも私の友達はなんかオンラインで、その相手は日本語で、こっちはその何の言語か忘れたけど、そのなんかの言語を学びたいから、そのオンラインでのなんかお互いの授業じゃないけど、なんか海外の言葉を教え合ってるオンラインのサービスが、まあ、あるのか、そのお互いがそのどこかで友達になって勉強し合ってるのかは知らないんですけど、そういうのをやってる子はいます。うん、だから例えば私はそのじゃあフランス語を学びたい、でもフランスの方は日本語を学びたいから、オンラインでお互い授業をし合うみたいな。そしたらお互いが授業し合うから、なんかお互いがお互いだから別になんて言うんですか、授業料とかも発生しないじゃないですか。そうだって、こっちもそのそっちの言語学びたいわけで、そっちもこっちの言語学びたいわけでってなったら、ちょっと待って、あやや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 、タカさん、タカ新州人さん、ピンククマさん、1、2、3、4、5個ピンククマさんタワーありがとうございます。あじゃ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 、なんだあ違った、あ困惑してるまた。あいざだだだ、あいざ、ありがとうございます。せーの、タワータワー、ありがくまタワー、タカ新州人さん、ありがくまタワー、タワータワー、ありがくまタワー、タカ新州人さん、ありがくまタワー、タワータワー、ありがくまタワー、タカ新州人さん、ありがくまタワー、タワータワー、これ何回目、ありがくまタワー、タカ新州人さん、ありがピンククマタワー、4回目か、タワータワー、ありがくまタワー、タカ新州人さん、ありがくまタワー、ありがとうございます。びっくり、おじょ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 、あじゃ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 、ありがとう、驚き桃の木、山椒の木です。5、ちょっとメモしとく、ありがとう。どうしたどうしたって聞いちゃいたくなっちゃう。いや、なんか聞かないでおきますね。聞かないのが楽しいのかわかんないけど、ありがとうございます。この間もね、初日間ありがとうございました。ね、初日もレインボースターとかクマさんもたくさんありがとうございます。驚き桃の木、山椒の木です。驚くと喋れなくなる。頑張ってください、ありがとう頑張ります、精一杯ね、この力を絶対に無駄にしないように頑張ります、ありがとう。ありがとうございます。ぜひ星とかカウントとかもお願いします。
すいません、ほっぺかゆい。すいません、ほっぺかゆくて。毎日アイドルありがとう。何回目だ、3回目だ。ポラリス833ありがとうございます。ハート、早くお知らせしたい。みんな戻ってきたかな。でも戻ってここにいる人たちは戻ってきたよって言えるんですよね。そう。みんな星集め行ってくれてるよね。ちゃんとちゃんと戻ってきてくれてるよね。しょっちさん、かずしげさん、ガチャピソさん、ハートありがとうございます。トラック野郎さん、ピンクタコありがとうございます。でも30分にお知らせって言ったから、昨日カズさんがピンクカマタワー投げたけど、ツイッターの画像に名前が、嘘、ここに待って、メモってはあるけどツイッターに名前がなかった。なんだとそれは。橋本やらかしてるわ。今日のところに書いてもいいですか。誰に聞いてるんだろう私。これここにメモってはあるんですよ。カズオってしょっちさん、ハートありがとうございます。カズさん今いるかな。ちょっと連絡が、ツイッターとか連絡が取れる方ちょっと聞いてみてください。マジか、本当だわ、ないわこっちの画像、ツイッターの画像に。でもこっちには名前書いてあるの。もうやらかした。結構しっかり殴っちゃった、痛い今。ちょっと待って、結構しっかり殴っちゃった。しょっちさん、ハートありがとうございます。竹蔵さん、ピンクだるまありがとうございます。待って、くしゃみ出る。なあしょっちさん、やっちんさん、ポラリス833ハートありがとうございます。山石さん、ピンクタコさんありがとう。最近マジさ、くしゃみ、鼻のさ調子が良くなくて、そう。でも今日はいつもよりいい方、昨日めっちゃ悪かった。そうなんですよね。マフィンさん、ピンクだるまありがとうございます。しょっちさん、ハートありがとうございます。なんでだろう。お、あと1分で30分になるよ。みんなお知らせするよ。ウキウキワクワクドキドキ。お、30分になりました。それではついに、お知らせ2つしたいと思います。まあ1つ目は、まあ、みんなもう知ってると思うんですけど、ちょっと待ってください。待たせるんかい。楽しみって言ってて待たせるんかい。え、ホークス今日やば。なんかさっき11点入ってたの見たけど、 16? ねえ、楽天には勝たんと。今大変なんでしょ、上位争い。もうちょっと待ってね、公式さんの
あれをお知らせを喋りますよ。今からちょっと公式さんのあれを確認します。まあ言ってしまえば一言で、8月7日にですね開催されます。ティフにですね出演します。うわいやったー、ふー、はい、チーム8として出演するので、 AKB としてじゃなくて AKB48 チーム8として出演するので、ステージがねちょっとね AKB とは違う場所で、フジテレビ湾岸スタジオ横公演っていうことなんで外ですね。やったー、日焼け対策等バッチリでしなきゃですけど、横公園ってことは外だよねこれ、わかんないけど合ってるかな、どうなんだろう。しょっちさんハートありがとうございますね。夏って感じしますよね、外でやれるのは夏イベって感じするので、8月7日に開催されます東京アイドルフェスティバル2022、スマイ違った、出演日時12時55分から13時25分、場所はスマイルガーデンフジテレビ湾岸スタジオ横公園でございます。ぜひ皆さん来てください。ちょっと熱中症だけにはマジならないようにしよう。でも汗かきたいしょっちさんハートありがとう、ガチャピソさんハートありがとう、トミンさんタコありがとう、ケンパさんピンクタコピンクドラマありがとう、ありがとうございます、嬉しい、やった野外イベント幸せ。セットリストはもう決まってるんで、あの曲やったりあの曲やったりあの曲やるんですけど、あの振り起こしをしなきゃいけないっていうちょっと汗汗やばい汗汗汗汗汗汗汗やばいんですよ。ショールームイベントあるのに振り起こししなきゃいけない、そしてもういろいろしなきゃ汗汗汗汗やばいやばい、頑張ります。そしてもう一つこちらまだみんな知らないお知らせだと思うんですけど、ですね7月をめっちゃ直近じゃん7月、22日にですね、富山県の北日本放送さんで放送されます、1F さんに出演させていただくことが決まりましてます噛んじゃった大事なところで、はい、まもなく、あさってですね出演します。あの 1F さんはですね前もそう出演させていただいたあの生放送の番組なんで、ちょっと発表頑張って話せる喋れるように頑張りたいと思うんですけど、もう本当にさっき解禁してくいいですよって言ってくださったマネージャーさんに聞いたので、何時から、夜のですね6時54分からとかだったかなそうです。でもまあ大体ハルピョンがドーンって大きく出る、まあワンヘフさんは大体その6時4分ぐらいからやって、ニュースがあって、そう県内ニュースがあってその企画みたいな感じなので、まあ大体7時ぐらいからですね、はい7時から大体8時ぐらい1時間なんで、ちょっとこの時間はショールームができないんで、まあ嬉しいお知らせなんで喜んでくださいはい、嬉しいお知らせなので
喜んでください。はい、だから22日のちょっとスケジュールも考えないといけないんですけど、一旦はね明日のスケジュールをまあ考えて考えて考えたいと思いますので、またお待ちくださいって感じです。ということで、お知らせ以上2つでした。嬉しいね、喜び万歳、喜び頑張ります、喋れるように。そう、何喋っていいかわからなくならないように喋れるように頑張りたいと思います。ということで、それでは間もなく40分、でもねさっきねなんかね59分、ん違う、29分30秒だったからプラ30秒ぐらいでできるんですよね。でこの配信を何時から始めてるかと言いますと、まあ、とりあえずランキング読みます。そう、とりあえずランキング読みます。1位タカ新州人さん、ピンククマタワー、5つありがとうございました、ありがとうございます、ありがとう。2位サットアットピョンズさん、ありがとうございます。3位トラック野郎アットゴリさん、ありがとうございます。4位 A ダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます。5位スミちゃん、ありがとうございます。6位ともゆきさん、ありがとうございます。7位やましさん、ありがとうございます。8位ショッチさん、ありがとうございます。9位サプライズレバーさん、ありがとうございます。10位状況さん、ありがとうございます。11位たまごさん、ありがとうございます。12位カーとぴょんさん、ありがとうございます。13位ゆたるんあとパーティーバリスタさん、ありがとうございます。そしてちょっと待ってね、なほさんピンクだるま、ありがとう、ありがとう、以上でございます。ありがとうございます。この配信を何時から始めてるかと言いますと、一応14秒からだから45秒まで配信できます。40分45秒まで配信できます。あと2分ぐらい。はじめまして、ありがとう。パンダさんピンクタコありがとうございます。誰かカズさんと本当に連絡が取れなかったって言うとあれなんですけど、ちょっと昨日のまあカズさんが来てくれればいいんですけど、昨日のねそのピンククマタワー書いてなかったっぽい、てか書いてなかった、ハロピョンが悪いので今日のところに書いていいかっていう連絡を誰か取っていただけるとごめんなさい、幸いです。パンダさん、ポラリスさんハートありがとうございます。ひとみんさんピンクタコありがとうございます、ありがとうみんな。次の配信はまあ一応今からちょっと明日のスケジュールを考えて、そんでそのスケジュールをみんなこれどうって感じで照らし合わせてっていうか、時間とか一旦見てもらって、でまあちょっとドボンで久しぶりにできればなと思っているので、お願いします。星もお待ちしてますので、カウント星お願いしますっていう感じですかね。ということで、それではあと30秒、じゃあまた21時15分からお会いしましょう。なんか21時15分って響きが懐かしい、昔この時間が帝国でしたよね私。懐かしいですね。じゃあ21時15分から皆さんお話ししましょう。それではまたね、星を詰めとく、ありがとう、また後でバイバーイ。